この5年間悪くない学校生活だったよね。これからは本当に一人で歩いていかないと。お店はいつから？まだやらなきゃならないことが多くて。確かにこれでは店も開けんだろうな。こういう時だからこそ錬金術師のお店が村の役に立てると思うんだ。これ柔軟グローブというアーティファクトで、少々の刃物では切れないくらい丈夫なんです。数がまとまっているならお勉強も可能です。ということで早速解体しちゃいましょう。すごく手際がいいわね。私たちも村の人たちも毎日笑顔でいられるような店舗経営を考えていかないとだよね。何かアイデアないかな。今日から見えるよ小さい星。よし、ちょっと行って素材にしてこようかな。サラサさん、提案したいことがあるんです。まずは店の宣伝がてら村の様子を見てこよう。ありがとう。本当もうダメかと。店長殿はもしかするとお強いのか。じゃあそろそろ次のステップかな。頑張って勉強しちゃいます。ぜひ店舗経営の力